お疲れ様です。結局ドンキに行ったんかーい。ジャンクスタイルです。ドンキホーテ行きました。ホットウィールのワイスピのテーマソートですね、買いに行っちゃいました。迷ってるみたいな感じで言ってたんですけど、まあ熟考してね、熟考。あのホットウィールは結構今日なんだっけ、スライドストリートとワイスピのプレミアムの方ねが出るんですけど、まあ大体あの予約しちゃってるし、マッチボックスね、悩んでたけど、ベーシックの方はね、あの、なんだろう、もしかしたらチェイスがあるかもしれないと。で、動画で言ってなかったのが、入らない可能性が高いなと思って、惑わしちゃいけないと思って、言わなかったんですよね。で、結果、今のところチェイスあったっていう話聞いてないんで、聞いてないというか、なかったっぽいんで、どうも日本飛ばされてる可能性があるなと。で、まあ、チェイスさえ狙わなければ、後からね、あの、箱で買った方が安く済むな、みたいなさ。まあ、安くは済まないけどね。アマゾンでね、7000円とか5000円とかなってるもんね。甘いのアソとかね。なので、ちょっと安くなったタイミングで買おうかな、とか思って。まあ、逆に言うと買えるんですよね。後からでも。で、マッチボックスのテーマアソートも出てるんですけど、箱で買うのはきついなと思ってたんですけど、まあ、4400円だし、どうしようかなと思ったら、あの、とある量販店さんで、まあ、1台ずつね、1台ずつっていうか個数、まあ、単品でね、予約ができるよっていうのを教えていただいて、で、各一ね、買ってたんですよね、予約してたんで、これはまあ、先に届きました。Amazon さんよりも先に届いた。なので、今日行かなければ、買えないっていうものは、まあ、ワイスピかなと、やっぱワイスピのこっちの方ね、テーマアソートの方かなと思って、結果ドンキホーテに行ったっていうね、ちょっと待って、画角悪いね、画角。今手元にあるのがこんな感じで、まあワイスピのテーマアソートと、マッチボックスのね、オフロードラリーだけね、今手元にございますが、ワイスピどうだった、ドンキホーテ。なんだろうね、5ケースから7ケースぐらい入ってんのかな。僕が行ったお店は6ケースの入荷でしたね。5ケースっていうところもあるし、7ケースっていうところもあるんで、結構豊富にあったんじゃないかなと。ほぼほぼ各2ずつ入ってるパターンだし、あ、でね、ドンキホーテどうなるかなと思って、人が殺到するかなと思ったら、僕が行ったお店は到着した時点ではお友達のね、1人だけだったんで、まあ2番目だったんですよね。で、まだ時間あるなぁとか思って、で、整理券今回出さないって言われたんで、9時にオープンで10時販売開始なんで、まあ、そこはきっちり守るお店なんですよね。なので、まあ、1時間ぼーっとしとかなくっちゃですね、みたいな感じで、担当の人と話してたら、なんか後からね、整理券作ったみたいな感じでくださって、まあ、売り場離れても大丈夫っていう感じだったんですよね。で、僕が行ったドンキホーテは別のもの、あの、他の今日発売のものが一切何も入ってないんで、暇つぶしもできないんですよね。だから一番いいのが、ね、ドンキホーテさんにあのワイスピー買いに行って、他のものもマッチボックスも含めてね、買えたらよかったんですけど、そうはいかなかったですね。で、今後そのお店は何だろう、限定販売品、販売店限定っていうかね、が入らない、今のところ分かってるところではね、リスト出てるところでは入らないんですけど、多分売上順とかだったら、あんたんとこの店が入れんから売上も立たんのよって言いたいっすね。近隣に全然売ってるところがないんで、証券的には絶対美味しいと思うのに、発売日に入れたらね、あの、店頭に出したら、売れると思うんですけどね。入れんのよ。まあ、こちらのワイスピンに関しては、各一とりあえず買ったっていうか、一会計やっぱ1台ってなってて、1台制限かかってて、これはお店によってね、違うんですけど、全然の、なんだろう、個数制限がないとこがあったり、一人1台って、一車種ね、一台って明確に書いてあったり、何かのアソートの時にあったよね。全部で、の中で一人一台とかね。お店によってルールが違うんですけど、まあ仕方ないというかね、それ言ってもしょうがないんで、担当者さんのご意向だったり、周りのね、お店の状況だったりとかするんでしょうけど、まあとりあえず僕が行ったお店は、一会計で一人一台だったんですよね。じゃあ会計分けたらいいやんと思って、会計を終わって、で、一旦ね、車に戻って、あ、そうだ、あの、開店直前に、そうそうそう、もう一人、あの、来られたんですよね。だから3人だったんですよ。
もう一人来られたのも、あの地元の友達で、僕が今二人だよって言ったら、じゃあ行くみたいな感じで来られたみたいですね。なんか連絡があったから来たよみたいなね感じ言われたんですけど、そう結果3人だったんですけど、皆さんのとこどうでした？多かったかな。で、そう、あの話がすみません前後してるんですけど、なんか会計終わって、でもう一回会計したら、いやと一会計一車種一台ってなってたんで、会計が違うからねって思ったらさ、お店の方に止められてね、あのさっき買われたんでダメですみたいな、みたいな、それだったら一人一台じゃん、日本語の問題、一会計でしょそこでごねても仕方ないんですけどね。なので一個ずつしか変えてないですね。だから一会計なんで、あの一旦会計終わってまた戻ってまた買うっていうのができるお店もあったりするんです、あったりしますよね実際ね。まあそれはダメと、まあね、言うて6ケースなんで、すごい、例えばこれ18台とかね、後から言うけどさ、入ってたんで買わせりゃいいじゃんとか思うけどね、もう買いに来ねえよとか思ったけどさ、こればっかりはね分かんないですね。あ、そうだ、あの見ていきながら雑感等々言っていきましょうか、そっちの方がいいね。ジャンクスタイル、すいませんね、ちょっと話がね、あの組み立てが良くなくてごめんなさいね、構成が良くないね今日ね。で、そう、各1台あるんですけど、1995マツダ RX7、 こちらが1箱に3台入ってるのか、だから入荷数かけ3だから相当大量にありましたね。これは開けなくていいかな、 YSP のテーマアソート系は開けずに、去年の第1弾からねずっと我慢してるんで、まああるしな、あるしな、どこかしこにあるしな、家に。あの10台セットが8月に出るのが8月の10日だったかなに出るんですけど、そちらの方にも入ってるんで、まあ無理にね、今回のアソート開けなくてもいいかなと思わせて、これだけが、10台セットにも入ってないんですよね、1970シェベル SS、うん、でいつもね思うんですけど、なんでこれマットなんですかね、艶消しの塗装なんですよね、石みたいな。これはクリアだったらね、もう数台行きたい、買う。で、あ、でもこれは10台セット入ってないんですよね。あ、でちなみにほとんど鉄シャーシですねっていうのが、多分プレミアムで出てるから、わざわざプラスチックのなんだろう、シャーシにする設計をするのがめんどくさかったんじゃないかな。これも鉄シャーシですね。逆に言うとプラで出てないからさ、ね、プラのやつちょっと楽しみにしてたんですけど、ダブルモータースライカンハイパースポーツですね。これも最初出た時人気だったんですけど、去年あたりかな、プレミアムで出て、あんまね、人気がなかった。多分あんま変わんないよね。そう、だからこれが、あ、これが1台だ。これ1台。あの1ケースに1台しか入ってないんで、何ケース入ったかなとか数えるときはこれを数えたら早いね。あとはね、1950シェビーフリートラインですね。これが今回の唯一の新車なんです。でプラシャーシなの、これだけ。だからプレミアムで出てないから、もちろん新車だから今回初登場なんで、プラシャーシのみですね。で、1968ダッチチャージャーですね。出来はいいっすね。あ、ちょっと塗装違う？今までと。一緒かな？ここの担保ゴールドのラインがこんなピカピカだったっけ？ホイールがダッセ。ホイール、でもスポーク細かいからいいか。こんなもんかな？ですね。まあこれもプレミアム等々で持ってるんで開けなくてもいいかな。まあ、このままね、カードで。飾りたいなと思ってるんですけど、全然飾れてなくて、段ボールに入れっぱなしなんですよね。っていう5台でしたね。皆さんはどうでしたかね。まあ、今回スルーされたよという方ももしかしたら多いかもね。10台セットに入ってるし、これ10台セット入ってないけど、何度目だよっていう感じだしね。だからまあこれ狙いでね、今日は殺到するかなと思ったけど、あ、実際これ売れてますね、やっぱこの中では。ただこれも10台セット入ってるから、もうその時でいいやみたいな雰囲気にはなっちゃいましたね。発表のタイミングっていうか予約取りのタイミングが悪かったね。あと1ヶ月ずれてて10台セットに入るって分かんなかったら、あ、これらがね、今日はお店殺到したんじゃないですかね。まあちょこちょこっとねトラブルはあったみたいなんですけど、あれどうなんだろうね、
どうなんだろうねって、まずは詳細話せってな。いや僕の友達のところ、友達のところっていうか、友達は行ったんじゃないけど、友達の知り合いが開店前に並んでて、でなら、あのその何人か並んでたのかな。でいざ開店したら、後の人が猛ダッシュして売り場に行ったと。で売り場に行って自分が一番だと主張したと。まあそうかもしんないけどさ、それどうなんだから開店前の並び順でゾロゾロっと行ったらいいじゃん。あの店員さんっていうかね、お店の方もまあそこまで面倒見きれないかな。大きなお友達もさ、節度を持ってさやりゃいいのにさ。だからその時点で何ケース入ってるか分かんなかったのかな。多少順番がね、一番手の人と二番手の人と入れ替わったとしても買えるやん。ダッシュで行って俺が一番だって主張するのってはずいよ、はずい。もうやめた方がいい、そういうの。だからもう来た順番に、なんだろう、あ、一番に来られたんで一番に行きましょうねとか取りましょうねとか、そんでってええやん。僕ら三人いたけど、まあ三人しかいないし、顔見知りだから、一応整理券持ってたけど、もうぐちゃぐちゃよ、ぐちゃぐちゃ。もう一番の友達は見てる間に僕見てるし、なんならね、3番目の人も見てるしって感じで、でも誰も文句言わないし、今度でだけ豊富に入ってたら別にいいやって。でそうやってね、なんだろうな、自分が一番っていうか順番アピール、まあ、あると思うんですよ。今までもね、バースデーさんとかもそうじゃないですか。順番待ちしてて開店前にね、で実際売り場に着いた順番で行きましょうとか、知らねえよつって、バースデーさんもなかなかほら商品出てこないじゃないですか。知らねえよっつってな。だからこの順番で行きましょうとか事前に話してた方がいいのかもしれないですけど、なんかね、走るっていうのがほんと嫌だ。嫌だ。もう大人げない、大人げない。いい年でしょ、わからんけど。いや知らないですよ、僕その人たちのこと知らないけど、順番抜かされた方もちょっとイラッとは来ると思う、イラッとは来ると思うけどさ、なんだろうな、あ、ほんとちょっとおかしな人がいるなぁというぐらいで、まあ多少1番2番が変わったぐらいじゃ全然手に入らないとかそういうことはないと思うんで、ちょっと我慢するのもね、尺だけどね、尺だ、なんか気持ちわかるけどね、あんまり変な人と関わるとね、何されるかわかんないからね、このご時世。警察官が刺されるご時世です、ご時世。変なおばちゃんが刺したんでしょ。だから関わんない方がいいよ。イラッとくると思うけど、それだったらお店の人に言って、開店前にこういう並び順だったんですけど、開店と同時に猛ダッシュされて、もう店内走って売り場に着かれて、その順番って主張してらっしゃるんですが、いかがでしょうかと。お店の人かました方がいいよ絶対。直接言うとね、何されるか分かんないからね、一応気をつけた方がいいっす。同じ趣味同士の人仲良くしましょうよとか言える時代じゃないですからね。やっぱ5年前10年前と状況が変わってて、まあ、特にホビー系限定品とか、まあこれもね販売店限定なんですけど、はね、ほんとね、きつい、きついというか、もう狂気じみてるから、なかなかね、なかなかっすよ、なかなか。ただもう、当事者同士で話すよりは近くにいる店員さんとかにね、ちょっと相談した方がいいでしょうね。か、もう、尺だけど、まあ一番でも、今回に限ってはね、量も多かったから、一番も二番も大して変わんないから、まあいいかなって諦めるのも尺、まあ気持ちわかるけどね。僕だったらどうかな。あ、直接言うわ。てめえって、ごめん、これだけ言っといて、冷静になれないでしょうね。てめえってなるわな、まあでもできるだけ皆さんは店員さんに相談した方がいいでしょうね。ってわけで、商品はあるけど何も開けない。あ、何も開けない。これさ、だって6ケース入ったから12個あって、残が7ぐらいあったのかな？わかんないけど。これもう1台ぐらい買えるんじゃないかな？夕方か夜行ったら。え、それルール違反？違うよね。もう数時間経ってるから、まあこの動画撮って公開してで行ってみるかな。行ってみちゃう？あるかな？まあ、なかったらなかった時だよ。開けて開けて
はい、開けたい病、開けたい病。はい、開けたい病。俺は我慢弱いからね。俺は我慢弱いからね。大人げねえぞ。大人げねえ。さっきからね、皆さん大人になりましょうみたいなこと言ってて、自分が一番大人げねえですからね。はい、開けちゃった。まあ、戻せるように。今、貧乏開けしたんで。いけるいける。ね、もう一度いい。なかった、なかった時だよ。今までずっと我慢してきたんですけどね。こんなテーマ、アソート系が出た時。で、新車っていうか、こういったニューキャストが何回か入ったね、時はね、複数買うようにしてたんですけど、今日はそれもできなかったんですけど、今後というか、こういったの今日買える保証もないけど、いや、みんなのため、みんなのため、みんなのため、自分が見たいというみんなのため、どうせ開けないでしょ、みんな。別にこれ開けなくてもよかったか、10台セットまで我慢したったら、ね、ルースっていうか、この状態で入ってるんでしょ。ああ、でも、あと2ヶ月我慢できん。できん。あ、で、ブリスター開け、ブリスターっていうか、開けたら、ブリスターか、ブリスター部分開けたらこんな感じですね。だから、これが入ってるから、この部分って見えなかったと思うんですけど、見えなくはない。見えないことはないけど、開けたらこんな感じですね。これはこれで、うん、やっぱ、開封してよかったな。だから皆さん、あれだよ、僕の動画見て、なんか開けたくなっちゃったっていう方がコメントくださるけど、そうだね、いいよ、もう開けなくて。開けなくていいよ。今回これ。ウィンドウがね、ブルーで、底はかとない、玩具感が、まあ、玩具なんですけど、ホイールが、こんな感じ。最近よく出てるね、これ。前後で径の違うゴールドのホイールで、ここは真っ黒ですね、エンジン部分。ダットロット感がすごいね。1950年のシェビーフリートラインとか言われてもわかんないですけど。で、サビ塗装がね、頑張ってんな。あ、ブリスター越し見るより全然、だってブリスター越しこんな感じだもんね。こっちの方がいい感じになってる。見えない方が。サビの表現とかいいっすね。ものによっては、ちょっと色飛んで大丈夫。ものによってはなんだろうな。ただ茶色になんか汚れにしか、これも汚れですけど、サビっていうか汚れかな？なんすけど、これはいいね。いい感じ、いい感じ。おぉ、ラットロットって感じ。あ、いいね。ワイスピン抜きにしても、いいものはいいよな。ただ、ウィンドウのブルーがね、これイラストだと黒かな？黒になってる。全部そっか。なので、ちょっとこれ、ウィンドウだけね。あ、そうだ。ラットロットといえば先週、やっぱりドンキホーで出た、ラットリグ。あれ合うんかな？持ってきた。これなんかお気に入りで、2台買ったんで、そう、2台買ったんだよ。うん。会計分けたら買えたのにね。今週はダメだって。ケチ。ケチ。あ、似合いますね、やっぱ。ラットリグのラットはラットロットのラット。これは、ボーンスピーダーですね。これよりもこっちの方が似合いそうな気がしません。ああ、でも色が違うから、あれだけど。ああ、でも、いいかもね。これもね、もうちょっとね、どうにかしたいなというか、ここ目立ちにくいし、サビ表現とかこんな感じの汚しみたいなね、感じでやるのも楽しいかなと思ってるんで。どうせだったらグレーに塗っちゃう？もう一台あるからね。週いつでもカスタムできるようには。夏休みぐらいにやるかな。これ、カシメ多いよね。めんどくさ。こんな感じ。あ、似合いますね。いいね。
ああ、だからどちらも先週と今週のドンキホーテ限定アソートの一番人気の組み合わせですね。はい、まあ自己満。まあ今回ね、買えなかったよっていう方は、まあミニカー欲しければね、あの10台セットの方に、これ以外は入ってるし、まあブリスターというか、まあこのカードごと欲しいって方はなかなかね、これもなんか、メルカリかなんか出てんのかな、もうなんかちょっと値段上がってるよって教えていただいたけど、そんなねえ、何倍も出して買うほどでもないよね、実際手に取ってみて。まあ買えたから言えることであってね、あれなんですけど、まあ皆さんはどうでしたかね。買えたよ買えなかったよとか、もうめっちゃ残ってるよとかね、あったら教えてください。あといざこざあったらね、あのそういう話大好き、も僕の栄養分なんで、ぜひね教えてくださいね。でやっぱり今日発売だったテーマアソートマッチボックスの方ですね、オフロードラリー、こちらはね、1台ずつしかないんですけど、まあ、店頭っていうか売ってるところに行ってないんでね、今日というか最近全然売ってるところに行ってないね限定が多くてね、なんか行けないっていうね。しかもそのなんだろう、近くのドンキホーテさんに全然他のものが入らないっていうのは、これはもうあの1個ずつしかないんですが、我慢用、ああ、しゃくりが出た、ごめん。我慢弱いので、開けちゃった。もう開けてます。底面開封してます。戻せるしね。大丈夫。イラストいいね。かっこいいね。全6車種ですね。んでよ、これがね、2016か。シェビー、コロラド、エクストリームだって、かっこいい。名前がいいね。エクストリームで反応する人は、ガンダムオタクか、仮面ライダーオタク。で、これ青か。青でかっこいいわね。ちょっとちっちゃいけどね。あれ？このキャスターなんか見たことある気がするけど。そう、だいぶ前のなんだね。2017の。著作面が書いてある。おお、タンポン割といいし、あ、これは440円なんですかね、メーカー記憶を理解、ちょっとお安いのか、この辺、あ、ここいらなかったな、ここ隙間が空くのがね、僕どうしても。青はね、うん、ベタ塗りの青ですね、マッチボックスありがちな感じの。タンポンいいっすよね、っていうかなんだろう、絞れマークか、これ多分いいよ。あ、そう、あの、シェビーはシボレーだからね。シボレーっていうのがめんどくさいというか、うまく発音できないから、シェビーって言ってるらしいっす。本当かな？あ、MBX。だ、マッチボックスラリーって担保がしてあるね。ZR2。わかんない。お顔はちょっと足りないですけどね。あ、これかっこいいね。オフロード系も僕好きですね。結構出たら買うようにしてますね。あと順番に行きたいんですけど、2番目は、これか。ジープ 4×4。はい。おぉ、あ、でっかこれ。あ、綺麗。出るかな？色出てます？ほら。綺麗。なんか今回のアソートも、超変則的な感じでしたよね。あ、だからそうだ、僕が買った通販店さんは、まあ、量販店さんは、何台でも買えたんで、その時はね。でもまあ、確一でいいかと思っちゃったけど、店頭で見たら、これ、何台か、あ、これ、1番、2番は買ってるかもしれないですね。ジープでかっ。3番目はこれか、90フォルクスワーゲンゴルフカントリー。これ一番人気じゃないかな、わかんないけど。なんとなく。イラストかっこいいね、これ。いや、今回イラストかっこいいっすね、どれもね。とか思ったら、全部背景一緒で、車だけ変えてるっていう感じか。で、これ。ね、思ったよりも、茶色。オレンジっぽい茶色。赤茶色っぽい感じで。ビルシュタインのがデカデカと、別にビルシュタインからでもなんでもないけど、細かい担保があるなぁ、ちょっと読めないなぁ、MBX ラリーかなぁ。多分この動画見てらっしゃる方の方がわかるんじゃないかな。
あ、サイドしか担保がないですね。お顔は、まあ、潰れてるからいいか。潰れてるっていうか、ガードで見えないから。全然位置が違くないが、あ、一緒か。イラストとなんか違うなと思ったけど。ここまで塗ってっていうか、担保してくれてたらね、全然、また印象変わったけど。あ、でもこれいいっすね。サイズ感もいい感じじゃないですかね。あ、これはいいね。もし残ってたらどうすかね。あ、これいい、いい、いい。すごくいいっすね。おぉ。もうちょっと色がな、茶色か、うん、なんだろう、カッパー系というか、まあ、この色が良かったかな。で、4番目はこれだ。1976スカウト 4×4。はい。これ紫なんですかね。なんかサンプル画像見た感じ紫だったけど、紫やんな。これは色がいいですね。若干メタリック入ってるかな。っていう感じ。若干。MBA。とことん MBX を入れたいね。これはどうかな。ひょろいね。これは人によるかな。やっぱ担保は一面二面しかない。で、ホイール白が、リムが、白がちょっと、どうかな。とはいえ、一番目を引くのは、マッチボックス独特のあのシャーシと一体型のフロント。これが安っぽい白で。この辺がちょっとメッキだったね。全然また印象変わったんでしょうけど。これはちょっとあれかな。でも悪くないけどね。あ、なんだろう。これを表してんのか。多分。ハイリフトっぽい感じ。まあそうだよねって感じだけど。本体が小さすぎてね。なんだろうな。うん。もうちょっとかな。5番目が、1968トヨタランドクルーザー FJ40。はい。これがね、ゴールドかな。はい。ああ、ゴールドで、なんだろうな。薄くもなく濃くもなくちょうどいいぐらいの、あ、ちょっとごめん、これテカってた、ごめん、ピカってた、見づらかったね、ごめんね。光るな、これどう、あの、いいお色ですね。 MBX、 とことん MBX ですね。今回メッキがホイールか、あ、メッキホイールがメッキですね。この辺の担保もなんかいい感じだね。ほう、まあ、お顔が塗られてない、お尻が塗られてないって気になる方はちょっとあれじゃないかなと思うけど、塗装がいいね。本体カラー、ボディカラーの塗装がいいけど、ちょっと塗装が奥まってるとこ乗ってないかな。これはいいっすね。あ、これは普通にいいね。普通にでも予想の範疇は超えないけど、普通にいいですね。やっぱ1台2台持ってていいんじゃないですかね。一番最後になります、これ。リッチレイダー。これ謎車かな？謎車なんかな？これが、3台とか4台とか入ってたよね、確か。1ケースに。そりゃそうだよ。多分謎車だから半券いらないからね。これはなんだ？なんか、えらくかっこいいんだが。え、なんかオフロードラリーっていうより、なんだろうな。他の星、あれなんだ。宇宙で活躍しそうな。あ、これいいっすね。あ、これいいね。ホワイト、パールホワイトっすね。綺麗な色。あ、色綺麗。おー。でね、ウィンドウがね、何これ、赤茶色ですかね。なんです、ここしかないよ。ここに、なんだろう、天井からのこの部分だけしかクリアパーツないけど、赤茶色、あ、これがなんか謎感が増していいっすね。え、謎車なの？なんか実車だったらごめん、もうなんだ、適当に謎車と思い込んで言ってるけど、これいいっすね。ここのスペースは何だろう。
物が入れられるのかな。これ、あ、形的にこれいいっすね。形はこれがいいっすね。あ、でもこれ、どうだろうね。シルバーとかさ、マットっぽいシルバー、艶消しのシルバーとかで塗ってさ、なんかね、軍用車っぽくしたいよね。あ、ちょっと待って、大佐。大佐もね、一緒に並べてみると、あ、ほら、なんかいい感じやんか。全然見えないか。ジャンクスタイル。まあ今日発売のテーマソートだね、どちらもね。ワイスピとマッチボックスのオフロードラリーを見てったんですけど、どうかな。オフロードラリーはそんな無理するほどでもない。まあ、ボディカラーいいものもあるし、形がね、良いものもあるので、気に入ったものがあればね、どうですかね。多分残ってんじゃないかな。ただこれ系のマッチボックスのテーマソート系って、一箱入荷とかが多いから、どうしても一箱に一台しか入ってないものとかは、なかなか買いづらいかもしれないですね。かといって通販で10台でね、買うのもちょっと辛いなっていう方もいらっしゃるかな。でも440円でいいよね。一昔前のホットウィールのテーマソートと同じっすね。あと、フリートラインいいっすね、これね。ちょっと中途半端に一台だけ向いちゃったんですけど、まあこれがね、ニューキャストだったしね。ルーフもいいでしょう。いいね。まあ、今日変えたよ、開けようかなって悩んでる方いらっしゃったら、まあ、開けてもいいかもしれないですけど、動画でご判断ください。動画見てね、開けた気分になれるっていうのが一番嬉しいっすね。あ、そうだ、マット塗装なんです。結構ザラザラしてますね。そんなに言うほどザラザラじゃないけど、まあ、ザラザラしてますね。で、先週のラットリグ変えた方はこんな感じで乗っけてみるとか、まあ、カスタムね。ラットリーグの方やってみてもいいんじゃないですかね。夏休みの自由研究はな、僕の。今週発売まだまだたくさんあるんですけど、なんせね、届いてないんで、店頭にも行ってないし、ね、売ってるような。なので、届き次第、まあ明日以降かな、またご報告、購入、こんなもの買ったよっていうのと、開封してね、紹介したいと思いますので、ぜひお待ちくださいね。あ、チャンネル登録してお待ちください。あと各 SNS、X、Instagram やっておりますので、よかったらね、フォローしてみてください。なんか、何かしら流してますんで。あとはチャンネル登録、忘れてる方いらっしゃったら、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。